皆さんこんにちは。イエーガーラフト GMD ほのかファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。前回の緊急サービスマンに次ぐ、そしてフロントタイヤ交換時にやりがちな失敗、こちらのね、追加動画というより、新たな動画としての第2弾ということで、続編をお伝えしていこうと思います。前回はですね、フロントタイヤの交換時にやりがちな失敗ということで、リーダーさんで起きたトラブルをもとに、ちょっとね、もう一度改めて皆様にね、簡単なことなので、やっていただければななんて思って、動画配信を行いました。ただ単純に、パッドの芯出しをする際に、ブレーキレバーに入力する力をちょん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 、揉み出しをすると言われる言葉ですね。ちょん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 っていうブレーキレバーを、握ってパッドを出していく作業工程の中にフロントタイヤを手で回すという動作を加えてくださいというお話をしました。これはいとも簡単な作業です。そして、100分台で通常起きているフロントディスクの要は左右のフレですね。フレに対してパッドを均一に出すという作業を必ず行うようにしてください。これはディーラーさんもできていないことなので、必ずやってください。それで劇的にフロントホイールの転がり抵抗は減少します。キャリパーについているピストンシールはそんなに期待しないでください。出た分だけ戻る特性しかありませんので、左右の均一なバランスを取る、性能は、ピストンシールには、有していないということで、そのあたりはね、もう一度認識を改めていただきたいと思います。簡単な作業なので、ディーラーさんに任せるのではなくて、ディーラーから整備で戻ってきたら1回パッドを開いて、もう一度ね、ご自分の力で、パッドの芯出しを行う、このくらいの作業をしていただければと思います。この世の中で、技術的に向上はしてないと思うんですよ。で、ディーラーさんでも極端な話、そういったね、込み入った作業、ノウハウを持った作業っていうのはできているところってすごく少ないんじゃないかななんて思っております。そのあたりで、ディーラーさんでできないことはご自分でできるように皆さんでね、技術向上していただければいいななんて思います。はい。で、本日の話題です。本日の話題は、2番目にね、2番目というか3番目なんですけど、実質は、評価をいただいております、視聴回数が多い緊急サービスマンに次ぐ。これはですね、私のね、動画の、タイトルをフルコピして、私のね、会社名まで出して、なんかね、ディスっている動画サイトもあるぐらい、かなりね、視聴回数の多い動画です。で、ちょっとね、そのフロントフォークを組み立てたときに、左右で長さが違うことがありますよという配信をしました。これもね、1ミリ前後ですね。1ミリ前後の誤差が生まれるケースがあります。で、例外で言えば、片側にしかフォークスプリングが入っていないフォークに関しては例外となりますのでお気をつけください。なので、メーカーさん車種によっては、私が言っていること当てはまらないケースもありますということで、ちょっとご認識ないように、理解をしていただければと思います。で、左右の突き出し量はそんなに重要なことではないですよ。車体のジオメトリーを合わせるときに、私の場合は左側のフォークを基準に突き出し量を設定しております。これはジオメトリーに関係することです。で、片側の突き出し量を合わせたら、もう片側、右側の突き出し量は全く無視をしておりますという動画配信をしました。このね、言い方がちょっときつかったのかもしれません。要はね、左のフォークと右のフォークで組み立て誤差は必ず出ますので、100分台になるかもしれませんし、10分台になるかもしれません。必ず誤差は出ますので、この辺りは、もう一度認識を改めていただきたいなと思って、配信を行っております。そしてですね、一般市販されているというか、純正のね、アクスルシャフト等々は、フォークに開いてあるアクスルの穴ですね、に対して、すごくね、クリアランスを大きく設けております。なので、そこもね、ちょっとね、トラブルの、一つの原因になっているということで、ちょっとね、これはね、追加でね、本日お話をしようと思います。じゃあね、これからちょっとお話ししていきますので、聞いてやってください。で、まずですね、なぜフロントフォークの左右の、長さに変化が生まれてしまうのかっていうお話を、前回も以前もさせてもらったんですけど、まあ、かなりね、ご認識されているというかね、あなたまでっていうような方々が誤解をされている。で、メーカーサイドに、クレームの電話をしたような方々がいらっしゃるというところで、残念で仕方ないんですけど、まずですね、1階のね、一般のライダーがそれを言ってるんだといいんですよ。だけど、本来は知識を持ってくれていないといけない人たちがそういうご認識をするっていうのは、もうあまりにもね、その質が下がっているって感じがしております。で、もう一度ね、ちょっと配信をしていこうと思うんですが、これちょっとね、簡単な図を書きました。で、これね、フロントフォークなんですが、私が使っているようなカートリッジタイプではなくて、フリーピストンタイプっていう、要は原始的な、一番簡単なね、簡素なモデルで、ご説明をさせていただこうと思います。はい。これね、別に、簡素なモデルなんですけど、フロントフォークの長さが違うことに対するきっかけというかね、基準は全部一緒なので、よいしょ。こんな感じでね、ちょっとお話をしようと思います。まずですね、シートパイプって言われるものがここに存在します。で、インナーチューブですね。インナーチューブの、フリーピストンタイプの場合は、インナーチューブの先っちょに、先端に、フリーピストンって言われる、このね、フォークシステムの、名前の由来でもある、ここにね、伸び側のダンピングシステムがついております。で、シートパイプの上にはピストンリングがついていて、ここにね、一つインナーチューブとシートパイプの間に区切られた空間ですね、ここにオイル室ができる構造になっています。で、ここにはですね、通常リターンスプリング、リバウンドスプリングと言われるものがついてるんですね。これは、伸びきった時にカンっていう衝撃を受けないためにクッションの役目をする伸び側のスプリングがついています。なので、これが作用するのは、フォークが伸びきった時に作用する構造になります。これはね、カートリッジフォークにも基本ついている構造体ですね。要は伸びきった時に加速してビューッとウィリーする手前で、コンっていう衝撃が来るのを防ぐためについているスプリングです。なので、このスプリングに関しては、メインスプリングよりバネレート高めに設定されているっていうのが、常ですね。一般的です。で、上についているのが、インナーチューブの中に入っているのがメインスプリングですね。で、このね、とってもね、知ってくれてなきゃいけない、ちょっとね、こう一般ライダーではない、どっちかというと腕のいいね、トップライダー的なこう人たちがこれをご認識しているっていうことにちょっと残念でならないんですが、まずね、リターンスプリングがへたるから、それが起きる。長さが変わるっていうわけではないっていうことを、まずね、言っておきます。なぜならば、新品のフォークでも左右の長さは異なります。はい。ここね、間違えないようにしてください。私がね、リターンスプリングついてること知らないんじゃないのっていう方もね、いらっしゃったみたいですけど、もうありえませんから。はい。リターンスプリングは、メインスプリングに対応して、ついている。で、フロントフォークの組み立て時の実際の自由長ですね。長さというのは、無負荷の状態での長さというのは、このリターンスプリングとメインスプリングの反発力の力の調和点で止まっています。なので、メインスプリングだけでフロントフォークが支えられているとしたら、ここのね、フリーピストンとこのシートパイプの、要はピストンリングのここの部位でガンって当たって止まっているはずなんですよ。要はメインスプリングが伸びきろうとするんで、そこで止まるはずなんですけど、実際はその間にリターンスプリングっていうものが組み込まれておりますので、要はメインスプリングが伸びようとする力に対して、リターンスプリングが反発するんですよね。で、その力の調和点でバランスをとっております。なので、フロントフォーク、組み立てた時にアクスルを入れるポイントでグッと引っ張ればね、このリターンスプリングの分だけ伸びてくるんですよ。伸びてきます。10ミリぐらいですけど、ギューって引っ張れば伸びるんですよ。で、一般的な整備工場さん、知識のない整備工場さんっていうのは、引っ張ったり押したりしてアクセルシャフト通してるんですよ。で、実際ですね、はい。ちょっとね、もう一度ね、図解をしてご説明しようと思います。例えばですね、すごく簡単に書いてみます。ここ、フォークのアクスルの受けの穴が開いている場所だと思ってください。で、実際ですね、私の車両の場合は、ここ、32パイの穴が開いてるんですよ。で、アクスルシャフトがここに通ってきます。で、一般的なね、純正のアクスルシャフトだとか、一般アフターでね、売られている精度の悪いアクスルシャフトっていうのは、ここのね、仕上げがね、間違えました。ごめんなさい。ここの仕上げ寸法が 31.85 とかだったりするんですよ。31.85。っていうことは、32パイの穴に対して、31.85 ということは、0.15 ですね。0.15 ミリの隙間が空いてるんですよ。0.15 ミリの隙間が空くということは、このね、フロントフォークの高さを誤って組むと、極端な例で申し訳ありません。このような形で、アクスルシャフトが斜めに入っちゃうんですよ。要は、高さの違いがフロントフォークに存在します。アクスルの受けの穴の高さが左右で互い違いになっている場合、アクスルシャフトは 0.15 ミリの隙間がありますので、隙間の分だけここに当たりが強くて、ここに当たりが強い状況が生まれるんですよ。想像にたやすいですよね。0.15 ミリのクリアンスの分だけアクスルシャフトは斜めに収まるんですよね。これでフロントタイヤはまっすぐにつくと思いますか？はい。私はね、これがゆえに高精度な超高中空黒森アクスルシャフトっていうものを製作しております。しかも表面コードは HRC コードで70というとてつもないね、コードを持った、特殊なね、黒森アクスルシャフトを、販売しております。ここの精度、とっても大切なので、で、もう一つですね、なぜ 31.85 ミリだとか 31.90 ミリなんてガタを設けたアクスルシャフトの作り方をするかご存知ですか？これは左右のフロントフォークの高さをきっちり合わせていないと、アクスルの穴の位置をきっちりと合わせていないと、高精密なアクスルシャフトは通らなくなるんですよ。通らなくなってしまいます。突き刺せないんですよね。はい。これにおいて、なんで純正はちょっと緩めな構成になっているんですよ。ただ、アクスルの高さを合わせてフロントフォークを組み込まない前提でガタを設けておりますので、組み付けやすい構造体にしておりますので、当然このような形で左右の高さにガタが出てしまう可能性が、違いが出てしまう可能性が起こり得ます。これによってフロントタイヤが傾くんですよ。それを GMD コンピューターの計測システムは見破るという形になります。こういうね、組み方してるとね、大体フロントタイヤの傾きっていうのは 0.1 度付近出てきますので、これもね、GMD コンピューターで測ったものがどうのこうのって言われてる方もいらっしゃいました。もうね、知らなすぎるんですよ。知らなすぎます。で、これをね、ちょっと認識していただいた上で、きっちりフロントフォークの高さ合わせ、高さは突き出し量で合わせるんではなくて、アクスルの部位で合わせることを、必ず行ってください。で、もう一つ、そこまでね、説明して、追加の説明をしなければ、またね、誤解を生む方がいらっしゃると思いますので、ここでね、さらに詳しくお話をしていこうと思います。まずですね、物に対しては、仕上げの寸法誤差、許容範囲というものがあります。100分台 0.0 何ミリっていうこともありますし、もっとね、高位なその元 GP の車両、スーパー GT の車両などに関しては F1 もそうですよね、1000分台ですね、ミクロンの世界での交差で組み立てております。ミクロンになればね、さすがにね、もう誤差という誤差ではないです。ただ100分台の誤差って、極端な話 0.01 ミリなのか 0.09 ミリなのか、 0.09 ミリってほぼ 0.1 ミリなんで、そこまで来るとやっぱりガタが存在するんですよ。でその交差のあるものを組み付けていった際に必ず長さに変化は出ますっていうお話なんですよ。短いものの交差同士を組み合わせれば短くなりますし、長いものの交差のものを組み合わせれば長くなっちゃうんですよ。当たり前です。これはメーカーが悪いんではないんですよ。要は適正な工業交差の上で成り立っているものを組み立てると幾分か長さが変わってしまうというお話です。で長さが変わってしまう最大の原因をここで明かします。これね、もうね、工業系の人、工業系のね、ものを作っている方々から言わせれば当たり前の話なんですが、当たり前が当たり前に一般のライダーに落ちていない、当たり前なんですかね。そこまで詳しく調べる人いないと思うので、で、これもちょっと今回ね、題材に出させていただきますが、あくまでそのメーカーに対して、私はクレームを申しているわけではございません。工業製品として当たり前の話をこれからさせていただきます。はい。まずですね、今ね、お預かりしている車両に取り付けるフロントフォークスプリングですね。で、実はですね、左右のフォークの長さが変わってしまう最大の要因はこのスプリングにあります。はい、ここまで言わないとわからないのかなと思うんですけど、最大の原因はスプリングにある。で、一般市販されているスプリングは、要はね、販売単価も知れてるんですよ。これ数千円ですからね。数千円で売っているもので、工業製品のスプリングを作る工程において許容寸法っていうものがあります。許容寸法の中で制作されているものっていう認識を持っていただきたいと思います。で、今回ですね、GMD コンピュートラック計測システムの次期システムの候補として、昨日はね、キーエンスさんにお越しいただいて、キーエンスの 3D メジャーメントシステムを、ちょっとね、デモしていただきました。その前には、ヘキサゴンさんの、デモを行っていただいたんですが、あれらの機械っていうのは、今の高精度な、高精密な3次元計測ができるシステムであって、1000分台の数字が取得できるというシステムになります。なので、ちょうどね、そのメーカーさんがデモに来てくださったついでに、このフロントフォークスプリングと、あとリアスプリングですね、をちょっとね、左右分、同じ車両についていた新品時から入っていたスプリングをちょっとね、計測してくださいということで、精密計測をしていただきました。一応ね、細かいね、100分台、1000分台の数値はなしにして、ちょっとお伝えをしようと思います。はい。実測のこちらのスプリングですね。335.2 ミリという長さになりました。335.2 ミリ。じゃあ、もう一本のスプリングも同じ長さじゃないのっていうお話があるかと思います。はい。こちらのスプリング、334.4 ミリです。はい。左右のスプリングで 0.8 ミリの長さに差が出ます。これはスプリングを製作時の許容範囲内なんですよね。許容範囲内です。はい。この 0.8 ミリのフロントフォークスプリングの長さの違いが、フロントフォークの自由長、全長に影響すると思いますか？しないと思いますか？答えは当たり前です。します。っていうお話になります。このフォークスプリングの生産時の許容範囲の誤差が 0.8 ミリなんですよ。ということは 0. 数ミリのフロントフォークの長さに影響しちゃうんですよね。はい。で、これを覚えておいてください。フォークスプリングの長さは全く一緒ではないということです。で、MotoGP の車両やスーパー GT の車両、F1 の車両などはこのスプリングの交差をきちきちに詰めてこの左右の誤差をなくしています。なので一つ一つの部品が高価であるということになりますね。精度を上げるためには、たくさんのものを作って、その中から精度の良いものだけ抜き出すという形をとりますので、2本のスプリングを取るために下手したら何百本何千本という数のフォークスプリングを作らなきゃいけない。その中から2本だけバランスのいいものを取り出して組み合わせるという形でマッチ度させるということでね、そういうやり方をするとね、過去から当たり前なんですけどコストかかります。で、一般市販の車両にはそこまでコストは投じれないので、こういったね、工作が生まれるということです。このフロントフォークスプリング、純正スプリングですが 0.8mm の左右の交差がありますということで、これがフロントフォークの長さに影響を与えているということですね。はい、もう一つ、これは全く新品のリアショックのスプリングです。色を見てもらえばね、メーカーさんどこかわかるんですが、これもね、メーカーさんがどうこうじゃないんですよ。一般的に工業製品として生まれるスプリングの交差のことを今回お話をしております。これは新品で取り外しているスプリングなので、一切使ってございません。使ってないスプリングですね。で、こちら側のスプリング、長さが 201.6 ミリです。201.6 ミリ。はい、こちら側が 202.1 ミリというような、数字なんですね。201.6 ミリと 202.1 ミリ。はい、0.5 ミリの長さに差があります。これはたまたま組み合わせられた今回のこのスプリングがそういう形になるという 0.5 ミリの差がありますっていうことになります。これはね、スプリングの工業製品としての一般的に生まれているスプリングの交差、許容範囲というのは、まあ、径方向もそうですね、内径方向もそうです、長さ方向もそうなんですけど、基本ね、1ミリ以内の交差という組み立て、製造になってます。このね、1ミリの交差が全てのファクターを狂わすんですよ。なので、フロントフォークで、このフォークスプリングをきっちり長さを測っていただいて、突き出し量を統一にする術をお伝えします。フロントフォークのアクスルの高さを一緒にして、アクスルが左右にきれいに遊べる状態を作りつつ、見た目の突き出し量を統一にする方法、メインスプリングの上についているイニシャルカラーを調整してください。もうこれにつきます。スプリング、フォークスプリングの長さを精密に測っていただいた上で、その上もしくは下に入っているイニシャルカラーの長さを、その左右のスプリングの差の分だけ詰めるっていう形をとって微調整を行ってください。そうすればですね、アクスルの高さを合わせたまま見た目の突き出し量も統一にすることが可能になります。実際ですね、これを私が作業で依頼された場合、とっても手間がかかります。当たり前ですよね。そのカラーを1個ずつスプリングの交差分に合わせて削っていくっていう作業はすごく大変な作業です。そこまで精密にやってくださいと言えばやらないことはないですけど、それ相応に費用がかかります。なので、見た目だけで走行に影響のない突き出し量で合わせましょうというお話を私は2年前にさせていただきました。はい、このことについてね、いろんな意見がありました。当時もね、お前おかしなこと言ってる、当たり前ですかとか、マジで言ってますとか言われました。マジで言ってます。マジで言ってます。これね、工業製品を製造されている、取り扱われている、そして今回来ていただいて計測をされている方々も当たり前なんですよね。で、当たり前の認識に落ちていないのは私たち一般の人間なんですよ。工業製品を扱っている人たちは当たり前としてそれを、許容交差として捉えております。その許容交差で組み立てられたものをファインチューニングする、ファインセットアップするっていうのが足回り屋の仕事だと思っているんですよ。これをご認識されている。ましてやね、リターンスプリングがへたってるからどうこうとか、もしかして塩見、リターンスプリングの存在知らないんじゃねえのっていう方々がいらっしゃいました。もう明らかに認識が低すぎるんですよ。認識が低すぎます。なのでね、改めて、ここのところ、動画でね、ちょっと配信をさせていただく決意をしました。未だにね、やっぱりこう、ブレーキの引きずりに関しても、パッドのキャリパーのオーバーホールしてみようやとか、マスターシリンダーが原因かもしれないから、マスターシリンダーをオーバーホールしてみようやってやってるとこが多いんですよね。ただ単純に、パッドの芯出しの仕方が誤っているだけで、フロントフォークの高さの調整が誤っているだけで、起こり得る症状もあります。で、結局、時間も費用も投資をしているのは、ユーザー様、カスタマーの皆様、一人一人なんですよね。そう。ディーラーの方も一生懸命頑張ってると思いますよ。サービスマンの方も一生懸命頑張ってると思います。ただですね、使わなくてもよかった費用を使い、使わなくてもよかった時間を使うっていうのは、とっても無駄だし、もったいないので、一度ですね、改めて、フロント周りの精度出しっていうお話を、させていただきましたので、これをもとにですね、もう一度技術向上というところで、作業のね、内容、再構築していただければどうかななんて思います。実際ね、その高さの違いっていうのはやっぱ出てしまいます。これはあくまで工業製品としてものを組み立てた時に、当たり前のように起こり得ることなので、たまたまね、左右のばらつきがなくて、左右同じ突き出しようにして、アクスルがねスムーズに動くケースも当然ありますよ。それはあくまで組み立てのバランスなので、宝くじを引くようなもの、はい、サイコロを転がせば同じ目が出る可能性はありますというところの、差なんですよ。で、私のこの今使っているオーディンズでも 0. 数ミリの左右誤差は出ております。で、これはね、必ずさっきも言いました、スプリングの長さの違いから起因するものがほとんどなので、イニシャルカラーの長さの誤差だとか、あとね、左右のね、イニシャルの書き方でも変わってきますので、例えばね、左のフォークの方が長い場合は、イニシャルを少し抜くことで補正することもできます。その代わりね、イニシャルは左右で異なるものになってしまいますので、それはね、ユーザー様の、なんていうのかな、認識の中でやっていただければいいと思います。例えば、右のイニシャルと左のイニシャルを4分の1回転、変化させることによって左右のフォークの高さを統一にするっていう手法もあります。そうすれば見た目の突き出し量は統一にすることができますので、そのあたりはね、セッティングチャート等を設けて、私のフォークは左のフォークの方が少し長いのでイニシャルを4分の1回転、抜いてますっていう形で、チャートにね書き込んでいただいて微調整をしていただければいいかななんて思います。で、イニシャルも統一にしたい、フロントフォークの突き出し量も統一にしたいっていうことであれば、内部のイニシャルカラーをスプリングの交差の分だけ詰めて、長さをバランスを合わせるっていう形で組み込んでいただくのも、方法かなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。世の中で、私のね2年前、3年近い前に、配信した動画に関してまだ、誤解をされている方がいらっしゃる、現状を踏まえて、もう一度ねちょっと配信をさせていただきました。そんな感じでね、ちょっとねまたこれを保存していただいて、再度ね、見ていただければどうかななんて思います。はい。今回はですね、2回にわたり、緊急サービスマンに次ぐ、そしてフロントタイヤ交換時にやりがちな失敗の動画に対する、答え合わせというかね、答えを明かす、種明かしの動画ということでお伝えをしてまいりました。はい。またね、この動画参考になりましたと思いましたら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あともう少しで1万人です。目指せ1万人って言ってた、私のこのチャンネルが、本当に1万人を、今目前に、して、とってもね皆様のお力添え、感謝しております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。また見てね。バイバイ。